1998年、プジョーは実に12年ぶりに WRC への本格復帰を発表した。そのために開発されたマシンが 206WRC である。 WR カーには全長4メートル以上という規定があり、市販モデルの206はそれを満たしていなかった。プジョーはバンパーの長い 206GT という限定車を市販して、この規定をクリアしたのである。 206WRC のエンジンは2リットル直列4気筒ターボ、その高渉パワーは304馬力。しかしこのマシン最大の特徴はギアボックスにあった。206のエンジンルームはターボと 4WD システムに押し込むには小さすぎる。そこで 206WRC は横置きエンジンの背後に縦置きギアボックスを組み合わせたのだ。難産の末に生まれた 206WRC だったが、その甲斐あって優れたパフォーマンスを示した。ホイールベースが短いため臨床で小さなコースでも素直な特性を示した。縦置きギアボックスは重量配分上も有利だったのである。99年の第6戦ツールドコルスでデビューした 206WRC はデビュー戦にもかかわらずトラブルでリタイアするまで一時期トップを走った。その後さらに改良が加えられて第12戦のサンレモでは2位に入賞している。翌2000年にフル参戦が始まると、プジョーは第5戦のカタルニアで進化版エボリューション2を投入。このマシンを期待に応え、第8戦スウェディッシュでマーカス・グロンホルムがついに初優勝を果たした。勢いに乗った 206WRC-E2 はライバル車を圧倒、シリーズ後半7戦で5勝を記録する。その結果グロンホルムがドライバーズタイトル、プジョーがマニファクチャラーズタイトルを獲得。 206WRC はフル参戦1年目で早くもチャンピオンカーとなったのである。